どうも、佐々木です。ミカエルです。はい、今日はですね、1980年の第33回紅白歌合戦にサザンオールスターズがチェコの海岸物語で、出場した時のことをね、お話しさせていただこうと思います。はい、あなたの毎日の生活が楽しくなる情報バラエティ番組サザンキングダム放送局、チャンネル登録よろしくお願いします。紅白歌合戦ね、チェコの海岸物語で出たんですけども、はい、サザンオールスターズがですよ。はい、でその時が、はい、やってもうてるんですよね。はい、またね、サザンらしくですよ。はい、サザンらしくね、おふざけをやってしまってるんですね。で、何をやってしまったかっていうとですね、まあ、メンバー全員出てこられるんですけど、みんなね、その紋付きとこう、袴とかね、腹棒とかは、原由子さんとかは可愛い着物と、はい、あのまあね、つけ毛とかつけながら、はい、すごく可愛い感じで作ってますけど、はい、まあね、はい、我らが桑田佳祐。その当時、国民的歌手と呼ばれてた南春夫さんがいらっしゃるんですね。1970年の大阪万博の時にテーマソングを歌ったりとかされてる、まあ、国民的レジェンドですよね。でこの方のなんですか、マネ、マネをした衣装ですね、着物で、いつも着物で歌われるので、桑田さんも着物着てね、セット履いて、で顔はね、白塗りですよ。もうバカ殿みたいな感じですよね。バカ殿みたいな感じの、もう真っ白です。真っ白の白塗りに、で、まあ、チャコの海岸物語を演歌調に歌うんですね。バック姿でね、バックスタで着流しでね、カイガンデーみたいな感じで歌われるんですよね。でただ歌うだけじゃなくて、はい、南春夫さんってステージのところで、お客様は神様ですっていう風に言って曲をね歌われてたんですけど、桑田さんはね、お客様は取っ払って神様ですっていう風にあるんですね。もうお客様向けたら自分は神様ですみたいなことになってしまうから、まあなんかね、競争感みたいな感じでしたけど、あとは何でしたっけ、とにかく受信料を払いましょう。とにかく受信料は払いましょう。NHK のね、はい、裏番組はビデオで見ましょう。裏番組はね、ぜひビデオで見てくださいみたいなね、NHK にとってはものすごくありがたいことね。はいはい、でもね、当時はおふざけは許されないような時代でしたからね、紅白でね。なのでこうね、詫び状出せみたいなことも言われたりもしたみたいなんですけど、はい、まあ、結局詫び状出すぐらいだったらもう紅白出ないって桑田さんも言ったらしくて、はい、でもね、ちゃっかり次の年ね、東京シャッフルで出ますもんね。普通に出てたんでね、何の問題もなかったかなと思いますね。はい、でもこれもね、リハーサルでは普通に歌ってたんかなとね。そうですよね。本番でやってしまったのかなっていう気もするんですけど、どうなのか分からないですけどね。司会者の方とかもね、最初出てきた時に結構なんかね、あの NHK の名司会者ですから、なのにしどろもどろになってるんですよ。びっくりした。ちょっと違ったのかもしれない、ね。ひょっとしたらリハーサルは白塗りなかったのかもしれない。本番で白塗りしたみたいなね。やっちゃったのかもしれないですね。はい、であとその最後、紅白のね、最後ね、赤かつ白かつみたいな特典周期あるじゃないですか。はいはいはい、その時にたまたま南春夫さんと桑田佳祐さんが同じような衣装を着た状態で並んで立ったところ、はい、NHK ホールは大爆笑になった。はい、そうですよね。想像しただけでちょっとおもろいね。はい、ね、確かにね、はい、ほんまです。でもこうね、はい、行ったからね、皆さん一度ね、はい、YouTube で、はい、紅白チャコの海岸物語で検索したら多分ね、動画出てくるので、はい、ぜひあのフォークゼットしてください。はい、もう演歌調のチャコの海岸物語で ね、聞けますから。そうね、演歌調で歌ってますから、はい、ぜひ貴重な回です。見てください。はい、ということでですね、やっぱりふざけてるサザン最後ということで、はい、今日の動画ね、気に入っていただければいいね、ね、コメントの方もよろしくお願いします。チャンネル登録はもう今すぐお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。あなたの毎日の生活が楽しくなる情報バラエティ番組サザンキングダム放送局、チャンネル登録よろしくお願いします。